はい、どうも。2018年8月の12日、夜中の2時です。よろしくお願いします。どうも。ちょうど2時か。ゴロゴロしながら雑談するか。ベッドでゴロゴロします。はい、わたつ。はい、こんばんは。はい、みのむしさん、わたつ。よいしょ、ゴロゴロしよう。よいしょ。どうも。疲れたな、今日。でもまだ8時間しか起きてないんだけど、万年寝太郎だね、万年寝太郎。ほらー。ペロー。いや、何の世界も奥が深いね。どんな世界も奥が深いよ。映画監督になりたい人どうやって。普通のルートってどんな感じなんだろうな。映像の専門学校行って映像会社に就職すんのかな。分かんないよ。なんかそこにも学校あるじゃん、映画の。あれ、映画の学校でしょ。どんなん作ってんだろうね。いいもん作れんのかな、学校出たら。段取りは分かるんだね。段取りね。別に段取りがうまくいくとどうなんだろうね。いいもん作れんのかな。貧乏は頭痛。段取りが分かればいいってもんじゃないもんね。やっぱ最初はスタッフから入って。俺でもね、のんちゃん、スタッフから入るようなやつが監督になれると思えないんだよ。みんな辞めてくと思うんだよね、使いっぱいにされて。そんな気がしない。でごまかすって助監督になって監督になる。助監督なんか地獄らしいよね。ただの監督の奴隷らしいよね。だから俺なれないと思うの。監督になるやつは最初から監督やってるだけだと思ってるから。どうなんだろう。監督になるってことはさ、少なくとも1000人ぐらい動かせるさ、影響力のある人間なわけじゃん、その業界の中でも。そういうやつがなんか下からちゃくちゃくやっていくとは思えないんだよやっぱりなんか短編でやってってね。賞を取るとか。まあそうだよね。
編でいっぱい出してってこの人のなんか面白いんじゃないみたいな、うん、世界観がいいねみたいな、うん、映画見たいね、なんかね、うん、なんか映画見たいな、クーさんいらっしゃい。コメント全然ないね、うん、やっぱりさ世の中はさ、うん、ゴールデンウィークなんじゃない？ゴールデンウィークの？わかんないけど遊んでんのかなみんな。お盆休み。お盆休み。そう、今お盆の時期なんだ。うん、うん、だって病院休んだもん。うん。ちゃん元気だよ。何日から何日までさ、うん、お盆休みなのかね。知らない。てかお盆とかよくわかんないし。何なんだろう。なんか道路とかさ、帰省ラッシュとかさ、うん、なんかそういうのになったりするってさ、大変なことになるじゃん。うん。うん。巻き込まれて。うん。みんなこっちに帰ってきて。うん。帰省ラッシュとか。うん。お墓参り行くんだ。13日間だってお盆休みは。13日がお盆ってことじゃない？分かんない、お盆が何なのか分かんないから。体調はまあまあです。ちょっと眠くなってきました。ちょっと眠いんだ。わあ、ありがとうございます。13、14、15がお盆休み。3日間。3日間しかないんだって。あ、でも土日が入るんだよね、そこに。土日、月、火。じゃあ結構休みなのかな。うん、
ありがとうございます。花火、今日はね、写真全くだね。なんかね、なんだろう、要はね、もうすごい波が激しいの、なんか自分の中で。もう今日はね、なんかもう最悪だよね。なんで、もう撮れた日はね、もうずっとそう状態だから 今日はもうなんつうんだろう、ただ疲れただけ。いや、なんかね、疲れが残る感じっていうかね、不完全燃焼で、すげえ悔しいね、今日は。全然撮れなかった。なんかね、ワクワクするんだよ。単純にここだここだここだってなっていくの。なんか、なんていうのかな、こう熱くなっていくっていうのかな。熱。もう浅井さんは撮らせてくれないだろうな。まあいいんじゃん。もうなんか浅井さんに関心が全然なくなっちゃったから。浅井さん写真集を出す。いやー、微妙かな、なんか。浅井さんに対する熱が俺が全然ないからね。やっぱね、熱がこもってる時に撮るべきだよね。のんちゃんは熱じゃないですよ。これは眩しい時にこうやってやって寝るの。こうやっていつも寝てる。いやー、いい写真撮れたら。またね、写真もね、ロー現像っていう、ローデータっていう概念が今新しく今日入って、もうなんて言えばいいんだろうな、要は今までの写真っていうのは、まあ、フィルムの名残でさ、こうフィルムに焼き付けるわけよ、光を。だからシャッターを切った瞬間、あとは現像、そのフィルムを紙に起こしてっていうのが現像なわけじゃん、っていうのがあったんだけど、何て言えばいいのかな、俺はそのやり方で今まで撮ってたの。カメラってそういうもんだと思ってたから。でもデジタルカメラってすごくて、ローデータっていうのがあって、そのフィルムの状態なんだけど、フィルムを変えられるの。要はね、明るく撮ろう、暗く撮ろう、色合いはこれくらい、ぼかしは違うな、まあ光、コントラストとかいろんなものをシャッターを切った瞬間に決めるもんだっていうふうに考えてたんだけど、そうじゃなかったっていうのに気がついて、要は好きな色合いにしたりとか、好きな光の加減にしたり、明るさ暗さっていうのは後で変えるものだっていうことに気がついたの。教えてもらったのね。で、暗いところで明るくシャッターを切ってしまうと画像が劣化するのよ。だから、なんていうの、程よいデータっていうのがあるの。で、程よいデータってはっきり言って面白くないデータなのよ。だから多分みんなが、これ写真撮ったよってツイッターに上げたら、クッソセンスねえじゃんっていうやつなんだけど、違うの。みんながすごいすごいって言ってるデータっていうのは、そう、くっそ面白くないものを現場で撮って、でそれを家に持ち帰って加工をする。加工っていう言い方だと変かもしれないけど、調整をするの、家の中でパソコンで。で、焼くから綺麗なものが撮れるっていう。だからおじいさんおばあさんとかからすると、なんだそれよみたいな、めんどくせえみたいな、そんなん写真じゃねえよみたいな。でも現代活躍してる写真家っていうのはもう全部それ、むしろもういじり倒してるぐらいなんだよね。撮った後に編集込みで今はもう写真フォトグラファーって言われちゃってんの。で、その編集をする専門の職業があるぐらいの、その何て言うんだっけな、そのローデータを現像まで起こすだけの職人もいるぐらいの世界の。だけど、それはネット界のカメラ好きな人とか邪道だよとかなんだよって言われてるのよ。
そんなん写真じゃねえだろうって。でもそれを言ってるのはおじいちゃんたちだっていう裏の話とかも聞いてんの。要はフォトショップとかパソコンがいじれないからそうやって光とかを当てて工夫して撮ってたわけじゃん。だからそこに対するやっかみ、こんなん写真じゃねえよっていう。でも一般的にもう現場でこういう活躍してる人たちは全部それっていう。だからそのカメラ界でそのだからそのまあインターネットはよく俺が言ってるけど誰が言ってるのかが一番重要。だから書かれてることからするとさ、その詳しい人がこんなん写真じゃねえってわからないわけだ。昔の写真と概念が変わってて、なんて言えばいいのかな。そう、あのね、要はすごく進化をしてるからテクノロジーがそこについていけない人がやっかんでるっていう。もちろんその古い技術の中ですごかったものもたくさんあるわけよ。だけどそうじゃないよねっていうのが主流になってきて、それを今日覚えてなるほどって、教わってたことがこうだったんだっていうことに気づいたの。昨日のビルは iPhone で撮ったやつだからね、俺の中では。いやだからこれがあるから怖い。俺はあれはむしろダメだ、こんなにダメな写真なんだよっていう当てつけだったの。あれは昨日のビルのは、こんなに iPhone ってくだらない写真しか撮れないよっていう。ただ構図、このフレームの中にこういう撮り方っていうのはいいでしょっていう意味で、要は写真としては iPhone ダメだよねって意味合いでアップロードしたのよ俺は。だから一眼レフ買ってよかったでしょって意味あるんだけど、昨日のビルの写真は良かったよ、保存したっていう。だからこれがあるから、あれ iPhone だよ。しかもあの iPhone にホコリがついてるから光が飛んじゃってるのよ。だからダメな写真の例として俺はあげたの。だからあえて iPhone って書いたの。あれを例えば今日のカメラで撮ったらとんでもなくいい写真が撮れるよ、天気のいい日に撮ればね。そう、昔と本当に違う。だからそのフィル、要はね、フィルムがあるでしょ。昔だったらフィルムを焼くだけじゃん。だけどそのフィルムの中にフィルムが何百種類、何億っていうデータが入っちゃってんの、フィルム自体に。でそのフィルムのこの部分と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 こんな感じでこんな感じでっていうのを選んで焼ける時代が来たの。要は構図とかピントの合わせ方とかはレンズのぼかしとかは全部一緒なんだけど、色合い明るさとかは後で決められるの。だからさ、青壁の前で俺がさ横に寄っかかってる写真あったでしょ、あれわかる？青壁の前で横に寄っかかってる、あれは構図は良かったけど俺はライトが必要だっていう意味で失敗だって言ったの。いや和藤さんこれ変えられますよって言ってデータくださいって言われて目の前で変えてもらったの。わずかもうほんと1分かからず。だから俺はゾッとしたよ。要はあの写真を今日、要はローゲンズ、要は俺がダメだと思った写真だけど構図は良かった、要は照明でなんとかしようとしてたのは実はフォトショップでなんとかなるっていうのを今日それがテーマで活動しようと思ったらネットがつながってなくてちょっとできなかったのね。なんつうか不思議っつうか。だからもうね、結局後で動画データも、写真データもそうなんだけど加工ありきで撮るの。だからさっきすごいいい例えで言ったのが、いい写真を撮るために光を当てたりとかさ、昔の写真パサッと撮ったら終わりなわけだから光を当てるとかなんだかんだとかでお化粧をしてたのよ、女の子を撮るんだったら。で今の時代はなるだけすっぴんでありのまま撮るの、要は肌のキメの悪さも撮るの、逆に言ったらそれを後で消すの、後で消すの、その方が合理性が高いの、いやあのね、まあまあそれは嬉しいんだけど、あまあだから構図とかは良かったけど、例えば剣謀ね、なんであの都庁のビルの写真がダメなのかって言ったら簡単で、後ろが暗すぎるの、ビルが生えてないの。だから構図は確かに あの都庁がかっこよく見えるポジションで撮ったからそれは分かるんだけど、色としては最悪なの俺の中では。それもねまた分かんないんだよ、コーク今度ね。だから
それもブームみたいなのがあるのよ、業界の中に。おいすおいす。例えばちょっとここ最近だとフラッシュを焚かないのがセオリーだったの。フラッシュは邪道みたいな、要は照明当てるのが邪道みたいな考え方があったんだって、数年前まで。でも最近フラッシュブームが来てんので、要はこれ、要はフラッシュってさ、正面からこう当ててここをやるから後ろが暗くなっちゃったりとか、いろんな概念があるわけじゃん、うん、だけどフラッシュを後ろから焚いてっていう、なんか雨をこう視覚化できるようにしたりとか、さっき言ったここの輪郭に光を与えるとか、要は遊びが上手いやつがとんでもないことを始めちゃうのよ。だからもう現実世界ではありえないその技法が生まれちゃって、今度フラッシュブームになる。だからレフ板も使わなくなったよねっていう風に言うけど、レフ板をとんでもない使い方をするなんか天才みたいなやつが現れると今度ブームになるから、だからね、もうなんて言うんだろう、そこはセンスなんだよ、もう、だからそのさっきも言ったんだけど、学校の教科書の教え方とか、その映画には映画のルールって実はあの、こういうシーンはこういう風に撮るとか、下から撮ったらどうなる、上から撮ったらどうなるとか、セオリーはあるんだけど、結局それを極めたところでいい映画ができるわけではないのよ。要は教科書通りの映画になるわけじゃん。だから北野武って映画のド素人だったわけ。だから俺とかもう映画監督とか素人が見てもありえないカットっていっぱいあるの。喋ってる人が後ろ向いてるとか余裕であるのよで、たけしさんがそれ映画のインタビューで答えてんだけど、要はたけしさんって演技指導一切やらないの。要は演技の素人だから。でセリフとか顔つきがダメだと思ったらサブカメラを後ろに回してて、そっちのシーン使っちゃう人の。だから普通に考えて喋ってる時って喋ってる人を映すじゃん。それを演技が気に入らねえけど演技指導したくないからって後ろから撮ってるシーン使っちゃったりするのよ。ありえないじゃんだからありえないって怒られまくったのよ、北のブルーとか。カメラの前に青いフィルム貼れとかさ。でもかっこいいじゃんわかる。でそのダメだダメだって言ってたさ、映画監督たちはろくな作品作ってなくてね、商業的な作品ばっかりでくっそ面白くもない作品でね、たけしさんはあの海外で評価されて賞取っちゃったわけじゃん。だからなんて言うんだろう、要はうんちくとか技術みたいなものはあるんだけれども、もちろん勉強しておいた方がいいし分かっていた方がいいとは思うんだけども、クソつまんない教科書通りの作品ができるだけなんだよねと思わないっていう話だから、その俺は映像畑で俺は何々でってこんなすごいのって、それってなんだろう、どうなのみたいな、そのなんだろう、それがさ、例えばクライアントに求められてるんだったらわかるんだよ。あ、アイテムありがとう。クライアントがこういう風に撮ってくださいって言ってそれを再現する技術だったらわかるんだけど、今回の場合ってさ、俺が撮りたいものを撮るわけじゃん。で別にそれはいらないでしょみたいな。もちろんもちろん勉強してるよ今。そこはやっぱり型は覚えないといけないから、型破りをするんだったら型はっていつも言ってることだから、俺意外と勉強するのよ。勉強はしてるんだけど、すぐ分かっちゃうの。あ、これってこうでしょみたいな、うん、だから今日アルファさんに勘がめちゃくちゃいいっていうか、飲み込みが早いの勘がめちゃくちゃいいっていう風に、多分ねそれは映画とかアニメとかが好きだったからなんじゃないかなと思うけど、でもさ、やりたいことっていうのさ、そのカメラやってるやつ、あ、ティッシュティッシュ、カメラやってるやつらがさ、これどうやって撮ったのとか、どういうことって言わせたいよね、やっぱ何これって言わせたよね、良くも悪くも、良くも悪くも、なんでこんな撮り方したのっていう、っていうか、どうしてこの発想になったのっていうものがやりたいよね。いや、あのね、水着の姿を、だから風俗嬢とか同じ顔になるじゃん、キャバ嬢とか。
でもさ、あれが美しいかどうかは別物だし、要は商業的っていうのはそういうことだよね。別に、なんだろう、アートではないじゃん。要は風俗っていうおっぱいがでかいとか、いい女を抱きたいからっていう理由だから、商売的な、要はビジネス的なものじゃん。コバミにいらっしゃい。だから、そういうものは別に求めてないのよ。だから、さっきも言ったんだけど、俺は、自分の作品を写真の一枚に収めるデータなのか紙なのか分かんないけど映像を見せるわけじゃん。その時に女の子はあくまで俺の作品の道具でしかないの。可愛かろうがブサイクだろうが。だからその撮りたいとは思うんだけれども、より綺麗により美しく撮りたいと思うけど、その女の子が綺麗かどうかじゃないの。それを撮った俺を見てたの、俺の根幹って多分嫌なやつだろう。だから作品ですらナルシストなのよ。違うんだと、この女の子が可愛いんじゃなくて可愛く撮った俺すげえだろって話の。っていうナルシズムが俺の中にあるんだと思う、作品の中にね。だからそのブスだろうが可愛かろうがおっぱいでかかろうが小さかろうが背が高かろうが低かろうが俺の中では問題ないの。誰でもいいの。みんな特定の誰かを撮りたいじゃないの。君があれだったらここで撮りたいかなみたいな感覚なのよ。なんだろう、レゴのパーツみたいな。レゴのパーツなのね。だからそのコスプレイヤー撮りたいとか、コスプレ撮ってる子ってその子が見たいわけでしょ、もしくはそのキャラクターの擬人化なわけじゃん。だから結局女の子に興味があるの。アニメ見てても女のキャラクターに萌えとかいうやつはそこなんだよ。俺はそれがない、全くない。だから俺アスカがとかレイがとか言ったことないでしょ、多分アニメ作品をこう語ってる時に。それね、グッとこないんだよね。もっとその、もっと他のところに目が行くじゃん。ストーリー性がとかさ、カメラワークがとか、絵のタッチがとか、ここの目線の表情がさ、とか。なんか、その人に対する萌えみたいなものがないんだろうな。わかるかな。そう、キャラのね、キャラをどう描いてるのかとか興味があるんだけど、キャラクターをなぜこのキャラクターを作ったのか意味なんだけど、キャラクターに対する感情移入は一切ないよ、うん、キャラクターの背景とかこのキャラの役割は何なんだみたいなことは分析するけど、キャラクターに萌え要素はないね。キャラクター自体にこう感情移入するっていうことが、要はねサイコパスなんだよ。共感覚がないの。自分が良ければいいっていう感じだから、残酷なほど人に関心がないね、うん、だからさ、配信者もそうじゃん。何々さん好きって言うじゃん、普通の人は。だけど俺、金梅さんってこういう人だよねとか、うなちゃんマンってこういう人だよね、誰々さんってこういう人だよねっていうのを語るけど、誰々が好きとか嫌いとか言ったことないでしょ。すっごい冷めた目で見てんの。ずーっと達観して分析してるだけの。好き嫌いないもん、人に対して。
まず関心がないんだよね、そこに。人もそう、リアルな人もそうな、対人関係もそうな、好き嫌いが関心がそもそもない。そうじゃなくて、そのなんでこの人こういう行動するんだろうとか、そういう感じ。それ鮫島さんに聞いてよ。俺が聞きたいぐらいだよ。散々映画ぶん投げたとかディスっておいてさ、俺は脚本は頭の中にあるとかさ、それを叩いてたくせに同じこと言ってんだぜどうなってんだよな。俺知らない、俺の映画のことは俺言えるけど、鮫島さんの映画のことは鮫島さんに聞いてくんない？なんで俺に聞くの？そんな俺知ったことないよ。いや知ったこっちゃないよ俺、うん、俺が聞きたいぐらいだよ。どうなってんすかって、どうなってんだろうね。でさ、俺鮫島さんの性格分かってて、一回やったら飽きる人だから、鮫島さんの方が。だからもうね、あのサバゲーも飽きてるし、映画も、いやだからね、結局ね、思いつきの人なんだよ鮫島さんって。その場でカッとなったらやりたくなるけど、買ったりするけど、すぐ飽きるんだ。そうそうそう、いや俺別にディスじゃないからね、これ俺そこも含めて鮫島さんと、その鮫島さんは別にディスではないから、もう前からそういう人だと思ってるよ。いいんじゃない、飽きたら飽きたで。映画は作りたいやつが作るもんだから、うん、作りたくなきゃ作らなきゃいいし。いやでも作りてえな映画は。うん、まあ俺も飽き性だけど、俺は結構一個本当にハマったものを極めたい人だね。本当にこれは極めたいなと思ったら極めたい人だね。タケノコだ。あるよ冷蔵庫。ちょっとやばい。冷蔵庫にあるって。でもね、さらっと今日その人を全く同じ機材を使ってるやつを見たの。で、本当のプロのプロの作品を見たんだけど、レベルが全然違うの。優しく教えてくれてんだけど、もうパッと見てすっげえかっこいいの絵が。やっぱタケノコだよね。タケノコだよね。マジで同じ機材っすかっていう。まあ僕もよく使いますよみたいな。
おやすみ。また明日。なんかでも今日は寝れねえな、悔しいな。のりこのヌードでも撮るか。うん、のりこのおっぱいでも撮る。うん、どこにも出せない。ツイッターにあげればいいじゃん。ダメ。ツイッターバンになる。あ、そっか。モザイク入れて。これ短い方が似合うよ。水かけたら耳出した方がいいかもね、のんちゃん。片耳。うん、のんちゃん作品作ってる時になんかどんなものを表現したいと思って書いてたの？時は、うん、なんか課題が出てた。あ、そうなんだ。うん、なんどんな課題の？油じゃなくてほとんど立体作品とか作ってたから、うん、立体作品の方が好きだね俺。うん、うん、いろいろテーマを自分で作って、うん、作品全部取っといてんの？うん、捨てた。うん、あ、保管とか大変だよね。倉庫とか借りてんのかな、みんな芸術家って。うん、
絵とかの人はやっぱりそういうの、レンタルなんとかとかそういうの、のんちゃんの場合はインスタレーションって言って、うん、その空間を、うん、空間を使った、うん、作品、うん、だから教室にそのままドカーンって、うん、だから保存しようがないっていうか、その場で作ってもうその場で取り壊すみたいな。僕ね、予定を決める生き方が嫌いなんですよ。明日何をやらなきゃいけないっていう生き方が嫌で、で、予定を組まないでどうやって生きるのかっていうのを突き詰めた結果、今のライフスタイルを手に入れたんですよ。ふわちゃりありがとう。だから、予定が決まらない生き方が好きですね、僕は。今日やりたいことをやるっていう生き方ですね。誰かの都合で生きてないっていう。誰かの都合に合わせるときは学ぶときですね、僕が。要は時間取られるのが嫌なんですよ。時間って返ってこないじゃないですか。お金よりも価値が高いの僕は時間だと思ってて、うん、時間と気持ちでお金で回収できないんですよ、うん、気持ちと時間は大事にしたいですね。好きなことだけやってりゃいい、うん、
映像作品も作ったことある。あ、そう。残ってないの、うん、残ってないの。どんな作品なの？ね、うん、まず暗い部屋、暗室みたいのを、箱みたいのを作って、うん、そこに、うん、プロジェクターで、うん、流すんだけど、うん、のんちゃんが体育座りっていうか、うん、なんかこういう風にして、うん、こんな風な感じで、うん、カゴにこういう風にやって、うん、こうやってて、ずっとこうやってて、うん、でこれ撮ってんな、うんうん、でこれであーってずっとやってるの。それをプロジェクターでずっと流してる。うん。あ、やっぱだんだん感覚分かってきたな。機械と自分の脳みそがリンクしてきた。いいよ。みんな笑って、みんな笑って、みんな笑って、みんな笑顔笑顔笑顔、笑って、なんだよ、笑って、笑って、みんなスマイル、スマイル、スマイル、みんな笑って、撮るよ笑って、笑ってよ、笑えっつってんだこの野郎、おい笑った？いいよ、いいよ、ミノムシさん、いい笑顔だ。いいよ、もっと笑って。いいよ、いいよ、いいよ。ニコニコ。みんな笑ってる？いいよ、いい笑顔だよ。
そのまま、そのまま笑って、いや、かわいいよ、いいよ、いいよ、いいよ。今日さ、お前さん、お前さん呼んだらさ、うん、閉じ込められたと思われた、うん、監禁されてると思われた。かわいく撮って、かっこよく撮っちゃうんだよな俺。もっと下に行ってじゃん。この手見て、そのまま怖い、スマホなんで普通にして、
構えるからだよ。ふわつれありがとう。こういうのより可愛くない？いらない。怖いぞ、こっちの方が怖い。そう。いいと思うけど。可愛く撮ってあげようか、じゃあ、本当に。本気出そうか、のりこ。風呂場行ったりして、のりこ撮影会やろう。よいしょ、風呂場、電気つけて。のりこ。黒いの着ていい？いいよ。どうにかなんねえのかな。いいよ。しのりこ取ってくるわ。のりこ取ってきます。後ろ、トイレの後ろに立って、そう、後ろ閉めて、そこに立って、早く、Tシャツなんか脱いで、映ってるから気をつけてよ。
はいはい、こっちの方が綺麗に撮れてるな。ダメ、あダメだ、これ消したらダメ、消すわ。うんちゃんが可愛くするにはどうしたらいい。のんちゃん無理に効果が上げないで普通にして、そこだとかぶっちゃうからすんちゃうよ。確かにね、人を撮るのに向いてるカメラじゃないって言われてる。あのニコンとかさ、キヤノンとかってさ、柔らかみが出んの人の、うん、でもね、これはね、どちらかというとくっきり出るからね。くっきり出るからシャキッと撮るには向いてるんだけど、人を撮るのに向いてないって言われてるんだよね。向いてないわけじゃないんだけど、冷たくなっちゃうんだよね。いいよ、好きにしてていいよ。いや、そのまま、うん、難しいな。これすごくいいけどね、これ嫌い？ずっと待ってよ、く見えるよ、メガネ。これが一番よくて全部消した。納得いかない。マイク取れてるの。そっか。うん。他はない。うん？他全部消した。消した。うん。すごくよく取れてると思うけど。いい写真だよ、これ。何が気に入らないの？すごくいいと思う。うん。じゃあ、メガネかけてる。
うん、なんか間抜けな顔になるんだよな、カメラ向けると。なんで？わかんないけど間抜けに映る。なんだろう、間抜けに見える。間抜けだからね。間抜けだからか。難しいね、写真はね。なんかかっこいいものを撮りたいな。これいいと思うけどな。うん。ちょっと顔がテカってて。お化粧すればいいよ。お化粧したら撮ってあげるよ。たくさん撮ってあげる。お化粧しないと。なんだこれ。ん、汗。なんでこれ汗かな。すげえ汗かいたから。ゆわさんいらっしゃい。塩ができた。うん、最初顎を引いてた、乗っかって。どう。どう。上向いて。少し上向いて。背筋悪いんだよな、本当に。なんでそんな、ま、猫背なの。骨格矯正しなさい、ちゃんと。背筋悪すぎるんだよ。
難しいね。いや、消した。うん、難しいよ。いや、これ相当いいよ。だから照明が必要な、光が飛んでるからいいんだよ。難しいよ、うん、消す。気に入ったの、気に入らない消す派だから俺。久しぶりです、うん、フワチャリありがとうございます。フワチャリありがとう。将来、不安にならないけど。なんでなんの？なんで将来不安になるの？前の方が不安だったね。今全く不安ないね。前なんか不安で不安でしょうがなかったよ、普通に働いてる時は。今一切ないね。飯が食えなくなることっていうか、収入何倍にもなってるからね。全然逆だよ。なんで逆に怖いと思うのかが分かんないね。写真撮ってるよ。いや、その頃じゃなくてアルバイトとかサラリーマンやってた時の方が怖かったけど、俺は。あの頃全然うまくいってたからね。普通に働いたりとか冒険したりとか、夢なくなる方が怖いかな。毎日同じことのルーティーンで夢も希望もなくて、だから将来が不安になるでしょ。だって今ね、フォロワーさんどんどん増えていってね、お付き合いする人も上質な人間ばっかりになって、絡む人ね、その道の一流の人ばっかりだから。のんちゃん、向こうの電気消してきてもらえる？多分ね、向こうの照明が悪いんだと思う。黄色い、あれ、うん、黄色い照明？さあ、蛍光灯。蛍光灯？うん、まあ、そっちの方が怖くない？なんかただただ何の目的もなく生きてるだけの方が。真っ暗になっちゃった。いや、それでいいと思う。それでそこ開けて。そっちの方が怖くないですか？なんで生きてんだろうみたいな。なんで俺生きてんだろうって。ここに立って。立つ？立つんじゃない。座る。
照明なんだって飲んじゃう。ちょっと待ってね。真っ暗だ。これ撮らないと。あ、そっか。じゃあ真っ暗だ。普通に座って。そう。もっと手前。これ邪魔。もっと手前。こっち来て。そこそこ。普通にして。怖いわ。ホラーだ。映像的に怖くなっちゃう。顔が浮いてる。黒い服だから顔だけはボワって浮いてるみたいな。そうか、ダメだ。メイクしないダメ。不眠症に陥った、俺は毎日なんか退屈に生活する方が怖くてしょうがないけどな。やることがあったりやりたいことがある毎日の方が全然充実してるかな、今の方が。お金がなくなるっつうかね、お金なんかねもらえばいいからね、なくなったら。はいはい。お金は別にもらえばいいじゃん。何もやることがないこととか希望がないことの方が全然不安だと思うけど、そう思わない？毎日だらだらやることもなく、夢もなく希望もなく、ルーティーンで自分が何やってるのかもわからないって、そっちの方がよっぽど怖いでしょ。何やってんだろう俺って。別にお金なんかなくたって生きていけるからね。金なかったらもらえばいいんだよ。ちょうだいっつってアイテムちょうだいって言えばいいのでしょ。お金持ってる人からもらえばいいんだ。だらだらしていいじゃん、全然。そこ開けといて。何もない毎日の方が俺は怖いね。生きてんだか死んでんだかわかんねえ。充実とかね、やりがいがなくなったら生きてる意味ないかんね。何のために生まれたんだか分かんないかんね。何でもいいけどやりがいがあった方がいいでしょ、絶対に。と俺は思うけどな。ありがとう。サンキュー。
そう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 、自分がワクワクしたりさ、自分がドキドキしたりさ、感動したりさ、楽しかったり笑えたりさ、ワクワクするもの、楽しいもの、好きなものを追いかければいいんだよ。何でもいいんだよ。何でもいいの。ビー玉集めるとかでもいいし、何でもいい。ワクワクするものを探すんだよ。一眼レフの写真癒される。そう、あ、見てくれてんの、ありがとう、サンキュー。でもらいました。自撮りのやつも何枚かあるし、このキャメラでこいつでさ、自分をパシャってこうやって撮るやつもあるし、アルファさん、カメラマンアルファさんって書いてあるのは、アルファさんって人に撮ってもらったやつだね。アルファさんって書いてないやつは俺が自分で撮ったやつ、セルフポートレートっていうやつ、iPhone で撮るの。あったけおっさんになりたいな。シワクチャの あいいよ全然。リスナーさんに俺が撮ったやつはね、あの自由に使っていいよ。みんなにあげる。飾っていいよ部屋に。部屋に飾って、ベッドの枕元に飾っておいていいよ俺の写真。枕にプリントする。枕にプリントするいいねいいよ、枕にプリントする、いいよ。抱き枕にしよう。あれ考えたやつアホだよな本当。よくあれ、そうなんだっけ、あのマネーの虎に出てたんだよね。で抱き枕は流行るっつって、うん、社長とにボロックス言われたの、うん、でマネー成立しなくて、で2億円ぐらい稼いだんだっけ自分でやって、あ抱き枕商法って、あれを買うやつがいるんだよな、抱き枕欲しいか、女の子をプリントされてる。でもさ、ただ単にこうやって寝るってさ、うん、寝やすいじゃん。いや抱き枕はいいな、それは女の子プリントとしてアニメがプリントされてんだよ。でも燃えるね。燃えるの。燃える。へえ、まあまあ2億売れてるってことは買う人がそれだけいるってことだもんな。悲しいよな、なんか俺全然そこに興味がない。
いや逆に引くんだけど。なんかごめんなさい、買ってる人なのね。怒ってる。ごめんね、なんか。ぬくもりだよ。ご飯やっぱり。いやぬくもりとか、いや別に布団丸めて抱いてりゃいいじゃん。なんアニメの女の子がプリントされてる意味が分かんないんだけど。寂しい人がたくさんいる。だから分かったよ。ごめんごめん。悪かったよ。もう言わないよ。なんか勝手に怒る人がいるからね。嫌なんだよな。もうなんか当たり障りのないトークになるさ。そうすると。ぬねんさんいらっしゃい。そうなんだ。いいね。受ける。そういうトーク聞きたい。抱き枕から買うやつなんか童貞のさ気持ち悪いオタクなんだよ。死ねばいいよ本当に。死ねばいいんだよそんなもん。いや抱き枕だよ本当。気持ち悪い。いやいいよ、俺は買ってないとかいいよ。そう分かったよ、いいよいいよ、恥ずかしがんなよ。別にいいじゃん、誰が否定しても。あんちゃんワトさんの抱き枕欲しい。欲しいの、うん、等身大ぐらい。いらないかな。何個持ってんの抱き枕。、うん、え、だから女の人が持ってる抱き枕はさ普通の抱き枕でしょ、うん、あのただのさ、俺が言ってんのはコークが持ってるような気持ち悪いその萌え萌えのなんか女の子が書いてあったアイドルの抱き枕が気持ち悪いっつってんの、うん、はいはい、また来て。ペンギンの抱き枕は全然いいじゃん。そうじゃなくてコークみたいにそのアイドルの女の子の抱き枕を買ってるやつの話だから。だって発狂するからさ、アレルギー出すんだ。でもね俺ねなんかね今日ね、うん、街歩いてたじゃん、うん、中野から帰ってきてたじゃん、うん、そしたらエロ本がびっくりするんだけど、うん、俺が歩くところにあエロ本だって、うん、でもそのエロ本エロ漫画なんだけど、うん、1ページが捨てられてんのエロいフェラのシーンが、うん、でうーんと思って、うん、面白っと思って帰って行ったら、うん50メーターぐらい先に、うん、もう結構な距離じゃん、うん、またその全く同じの1ページのエロシーンが捨てられた、うん、何なんだろうね。釣りだよ。え釣り。何釣りって。そこの先になんかお店があって、お店があるんだ風俗店が。でもなんか道しるべマイルストーンだよね。道しるべみたいにエロ本のえ特にエロいシーンその絡みのシーンの1ページだけなんか50メーター大きぐらいに捨てられてんの。なんだこれとか思って。でもさ俺思うんだけど今おっぱいの価値がどんどん下がってると思わない？これマジな話をするとおっぱいが手軽に見れすぎてるの。そのインターネットの普及によっておっぱい
っぱいってもっとそのとんでもなく神聖なものだったわけじゃん。その神々とかと一緒だったわけじゃん。雷、うん、でそのおっぱいが、おっぱいって検索したらもう見れるわけですよ。シリに「ヘイシリおっぱい」って言うと、うん、おすすめの画像が見つかりましたって言うと、おもう世界中のおっぱいが見れるわけですよ、うん、どう思う、どう思う、みんな、おっぱいってそういうものなの。いや、おっぱいが、おっぱいがそんなに手軽に見れていいのかっていう深い憤りを感じてるの、俺は。なんかこう、なんだろう、もっと、もっとおっぱいは素敵なものであってほしいと思わない？わかる？だから毎日、だからそのコンビニでショートケーキを売ってほしくないのよ。うん、シリ反応したの。ヘイシリっつったら、うん、ロマンがなくなったっつうか、そのなんか、なんだろうな、なんかどんどん価値のあったものが価値がなくなるわけじゃん。俺はおっぱいだけは守りたいよね。じゃあまた反応した。うん、ヘイシリ、イタリアンレストラン。ただの脂肪の塊なんだよな。所詮は男の妄想の世界。いや、そういう話じゃないの。おっぱいを守るか守らないかの話だから。しゃ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 。本当に。ヘイシリ、デリバリーピザ。え、何、放送見てて携帯勝手にシリが反応するってそれバグじゃないの、うん、iPhone をバックグラウンドで見てんのか俺の放送を、うん、で勝手に答えるんだ、うん、俺の声で。だから分かんねえかな、そのおっぱいってさ、おっぱいそのものじゃなくてメタファーとしてのおっぱいだから俺が言ってんのは。うん、ヘイシリ、どれの深夜食堂画像。スピーカーで聞いてるから、あーそういうことか、すっぽん工程、すっぽん工程いいね、うん、メタファーとしての概念としてのおっぱいが崩れてきてる、うん、じゃあおっぱいがどうのこうのって話じゃないの。みんなのおっぱいがとかそういうことじゃなくて、俺ら昭和世代にとってのおっぱいっていう単語と、昭和以降、平成以降の 若い人たちのおっぱいには隔たりがあるっていう話、とても哲学的な話をしてるの俺は。ね、俺らにとってのおっぱいっていう単語はそれは神々であり、そのなんだろう、精霊であり、そのなんだろう、夢と希望であり、そのなんだろう、なんつうの、奇跡だったわけだけど、今はだからおっぱいがもうインスタントなものに変わってるのよ。でしょ、それでいいのかっていうことよ。うん、うん、あ、そうなんだ。その俺らの言うおっぱいと今の子たちが考えるおっぱいは絶対におっぱいの価値が違うわけですよ。わかる？そう、それでいいのかな。俺の頃は自動販売機だあったけど、自販機あったけど使ったことはないね。だから見たことあるっていうか、でも
エロ本を自動販売機で売るって誰が考えたんだろうね。バカだよね。バカじゃない？すごく。キラキラしてるやつ。キラキラしてた？あの昼間は見えないように。へえ。マジックミラーみたいな。あ、そうなんだ。いやなんかあったよ。あとお酒も自動販売機少なくなったよね。うん。うん。いやだからそう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 、いや違う、だからおっぱいは見せるものじゃなくて俺は隠すものだと思ってるの。いいこと言ったぞのんちゃん、うん、うん、これあれじゃないの、花火飛ぶんじゃないの。おっぱいは見せるものじゃなくて隠すものだとはどうは思うのね、わかる。コンドームの販売機はまだあるのかな、うん、ないでしょ。コンビニエンスストアが多分それらを駆逐したんと思う、うん、多分ね、俺の予想。でも今度なん小さいなんか自動販売機あったよね、うん、なんとかの家族計画みたいな、うん、あれね、うん、あれ見ないね。なり地元に一個だけあったな、家の近所のバス停の前にあったな。まだあるのかな。成田ありそうだよね。その稼働してるかどうかわかんないけど。ありそう。ありそうだよね。動いてんのかな。うん、だからもっとさ、エロ本とかもそうで、森の草むらに探検してビチャビチャのさ、ビチャビチャでパキパキになったエロ本を探す。だからその俺はスタンドバイミーって呼んでんだけど、その行動のことをスタンドバイミーをしなくなったわけじゃん。あそこの草むらにエロ本あるんだぜ、よし放課後みんなで行こうっていうスタンドバイミーがないわけですよ。ヘイシリおっぱいですよ。まだあるっつうか、別にコンビニでエロ本は売ってるわけじゃん、うん、何でもコンビニに取られてあったの、うん、でもスタンドバイミーってそういう話だと思うよ。スタンドバイミーのその死体を見に行くっていうのは俺 おっぱいを探すのと全く一緒だと思ってて、隠れたメッセージだと思ってるから、俺スタンドバイミーの要はそういうことじゃん。草むらにエロ本あったぜ、みんなで見に行こうぜっていうのと、隣町で殺された死体がまだ線路沿いにあるらしいぜ、行こうぜっていうノリは、少年のノリは一緒なんだよ。シリが私には理解できませんって言ってる。シリに分かるわけねえだろ、シリごときに。何が人工知能だよ。お前がよく聞け。お前の話じゃ、うん、ねえ、うん、なんかだからどんどんその世の中が変わっていってしまってるからね。甘いもの食べたいんだけど。へい、のりこ。甘いもの。なんか入ってんじゃないの、こんな感じ。なんかあるかな。隠してるでしょ。隠し甘いものある、なんかチョコみたいな、チョコ、あーガルボ、イエーイ。いや本当だ、甘いものあったわ、すげえ。いただきます。のんちゃんこれ美味しいよ、食べたことある？ない。やばいよ、ハマるよ。いや
俺スタンドバイミー、しかもさスタンドバイミーの現代みんな知らないでしょ。スタンドバイミーの小説版のさ現代知ってる？あれ死体っていうタイトルなんだよスタンドバイミーで正解だよね。知らんかったでしょ、うん、うまいでしょ、うん、食べる、うん、お食べ、うん、なんか、うん、塔が切れてきた。ほら、そうだから、あ、スタンドバイミーだよ俺が写真に求めてるものは。要は草むらでおっぱいがあるらしいって本当にって言って撮る感覚の。だからトンネルとか工場とか、なんで俺がシャッターを切るのかって、本当にこんな綺麗、こんなのあったんだっていうものがワクワク感。要はスタンドバイミーを撮りに行ってるんだよ俺は無理やりだよねそう、今日の写真にはスタンドバイミーが足りなかった。スタンドバイミーの要素がなかったの、うん、俺はいつもスタンドバイミーでありたいね。スタンドバイミーな男でありたい。いつ何時も。でも逆にインターネットで面白くなったこと、インターネット黎明期面白くなかった、うん、なんかとんでもないものを見つけたっていう感覚なかった？インターネット初めの頃にやった頃。そりゃそうだよテンション上がっちゃってそりゃそうだよっつって、うん、あ、なんかとんでもないものを見つけたよね俺は。ネットはいつなんだろう、 i モード検索してはいけない言葉とかさ、うん、流行った、うん、あとブラクラとかによく引っかかってる、うん、ブラクラとかよく引っかかってる、あー、よく引っかかってるマジかよとか落ちたらもうビャーマシマシマシビャーってなってた、うん、なあの頃にはバカがいたんだよね、うんうん、あの頃から変わってない、うんうん、もっとなんかなんだろう、インターネットそのもののワクワク感ってあったような気がするんだよな。だから今当たり前のものになっちゃったな。山の主にさ、うん、と山の主のとこのコメントのさ SMQ って書いてとさ、うん、陰陽師が流れてさ、あ、俺そう知らない、止まんなくなっちゃう、うん、知らない、知らないんだ、うん、SMQ ってあなんか、書いてごらんとか言って、うん、生の進化カフェの、うん、そうすると画面がずっと陰陽師になっちゃって、うん、止まんなくなっちゃう。なんか歌でしょ、変なあの動画でしょ、うん、あ、何なの陰陽師って、なんであんなバグを仕込んだの、わかんない、何なんだろうねあれ、うん、もっとその前のネットよ俺が言ってんの。
2チャンネル。2チャンネル。なんかもっとどうしようもないホームページがたくさんあったじゃん。なんかさ、これどこに重要、なんかさ、あの阿部寛のホームページが奇跡なの知ってる？ホームページ検索しよう。阿部寛のオフィシャルホームページ、うん、みんな見たことある？阿部寛オフィシャルホームページ最高だよみんな今すぐ阿部寛のオフィシャルホームページに飛んで、なんかね、スタンドバイミーだよ、うん、ね、携帯でも見れんのかな。パソコンで見たら最高なんだけど、携帯でもその質感なのかな。どんな感じで阿部寛。なんかまだこのすげえなって思う本当に。一応ね、売れっ子の俳優なわけじゃん。どう出た阿部寛公式ホームページ。携帯だとどう表示されるんだろう。出ない。なんじゃ、うん、遅えな検索。ホームページある。いや、まさにホームページだよ。こんな感じ。どれ？え？あ、うん、そう。あれだけどね、写真変えちゃったんだ。でも懐かしくない？その、なんつうの？壁紙とかさ、あの、なんかでもね、ちょっとかっこよくなってるな。もっとどうしようもない感じだったんだけど。あ、でもまあまあまあ。役所のページみたい。え？そう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 。でもホームページってこんな感じじゃなかった、昔から、うん、写真集って、ほら写真集とかいいでしょ。そう、昔のホームページでしょ。なんで阿部寛はここに金かけないのかわかんないんだけど、俺すげえ好きなんだよね。市役所のご案内みたいな。そう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 、役人みたいな、うん、役人っつうか昔のページこんなんばっかりだったじゃん、うん、あとなんだっけ、愛の妖精プリンティンだっけ、検索してはいけない。え、知らない、うん、え、すごいよ。なんかもう気違いのババアなんだけど、うん、あ、おばあちゃんの愛の妖精プリンティーンみたいなさ、うん、なんか、なんか本人の手書きのイラストとか音声とかさ、もうバンバン自分語りしてて、もうとんでものやつ。あれ今もバージョンアップしてるからね。しかもなんか深く入っていくと、もうなんかブラウザバックで戻れなくなるもうなんかなんかね、どこにどうリンクを貼ってんのかよくわかんなくてあれ面白かったんだよ。金をかけてないっていうか、和田さんがさ、うん、多分さ、ニコ生の時かなんかにさ、紹介してたんじゃない？紹介してたね、俺よくね。それでさ、うん、多分さ、のちは知ってんのかもしれない。あ、そうなんだ、うん、あのホームページ大好きなんだよねあれまたふわっちで紹介してもいいかもしれない、うん、会ってみたいもんね、そのプリンティンにおばあちゃん、おばあちゃんなんだよあれ。なネット古くからやってるババアで、気違いババアなんだけど、プログラムかけたりとか、イラスト、まあ下手だけど、うん、だ自分で全部いるじゃん、そういうタイプの、うん、そういう頭のいい気違い、頭がいいのかどうかわかんないけど、多分 A 型作業所とかにいっぱいいるんだよ、ああいうおばさん、うん、あとね、ホームページはね、うん、なんか2チャンネルで、うん、わざと自分のところの、うん、なんかホームページをなんかディスってアンチ化させて、うん、それでね、広告収入をね、あ、そういうのもあったんだ。そう、稼ぐみたいな。へー、みんな見に行くじゃん、そしたらほんほんほん、わーって、うん、そしたらアフィでさ、儲かるみたいな。
でもなんかネットは闇が深いよな。もう配信やってても思うけど、こんなに世の中に気違いがいっぱいいるんだっていうのと、こんなに頭おかしいやつがいるのかっていう、そのさ、別に金梅さんとかさ、配信者 あの辺も気違いだよ、うなちゃんマンとかも。でもなんだろう、まださ演者側だから成り立ってると思ってるの、その動物園の動物の自覚があるわけじゃん。だけど本当にやばいやつってそいつらに粘着してて、何の利益も何のメリットもないわけじゃん、そいつらは。でもずっとそれをやってるわけでしょ。気違い中の気違いだよな、本当に。何なんだろう、もう本当ね、もう時代、もうニコ生はまだわかるの。だけどもうふわっちとかってさ、ニコ生を知らない人たちばっかりなわけじゃん、ぶっちゃけ。もう現代って、ツイキャスの子たちとかもさ、はあ、ニコ生みたいな、いつの時代の話してんのぐらいの、なんか狂ってるよな、本当に。いや だからね、そう、あのこれちゃんとした話なんだけど、犯罪のそのプロファイリングしてる研究者が、インターネットが一番やばいところって、A っていう犯罪要素を持つ少年、B っていう犯罪要素を持つ少年、でこの2人は例えば人を殺したいっていう思いがあったとしても、出会わなかったら未遂に終わるわけじゃん、一生涯の中で。でもネットのやばいところって ABCD とか集まって、実際にそれで行動を起こしちゃいましたっていうケースが多いわけじゃん、だからそのネットって危ないですよっていう、その人と人と結びつけちゃいけない人と人を簡単に結びつけるっていうか、それはあるよね。なんか偉大殺人みたいのでさ、なんかまさにその典型例だよね。殺してほしい人と金欲しい人、まあ、殺したい人とかね。全然つながりのない人が殺していくみたいな、怖いよな。俺さ、これみんな覚えてる人いる？なんかあの夕方メールっていう映画はみんな知ってると思うの。いや、メールでの恋愛あるじゃん、メグライアンの。それはわかるじゃん、だけどそれを丸パクリした日本のドラマのタイトル覚えてる人いない？なんかあったよね、そんなドラマ、メールで恋するみたいな。それがね、マイリトルラバーの主題歌だったんだけど、誰か知らない？そのドラマのタイトル。俺子供の頃見たんだけど、要はネット黎明期にできたドラマなんだけど、近づくほどに遠くって歌うんだ、あなたをもっと感じれば。知らない、アイドルラバーの。誰か知らないかな、このドラマのタイトル。から世の中どうなってくんだろう。負の関係も結ぶ、そう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 、その負の関係はやっぱダメだよね、まあね。でもさ、逆にいいところで言ったらさ、そのみんなから支援してもらってこういう活動ができるっていうのは明らかにネットならではじゃん、その配信者側の、要は陽の部分と負の部分は一緒だから、だから難しいよな、今後どういうやつが生き残ってくんだろう。まあ、多分テレビタレント的な売れ方ってどうなんだろうね、とは違うよね、明らかにね。ね、あとさ、ちゃんまん的事件をさ、ネットで出会ってさ、なんか暴行して海に突き落とすじゃないけど、そういう事件とかは多かった。へえ。最初の方。あ、そうなんだ。出会い系のなんか。竹野内豊が出てたやつ。それそれそれ。多分それ。竹野内豊だったかな。多分そうだと思う。ホワイトラブだ。え？ウィッシュラブだ。ウィッシュラブだ。ウィッシュラブだ。そうだ。ウィッシュラブだ。ありがとう。
子供の頃それ見てたわ。竹野内か、相手誰だったっけな、竹野内と。え、堤真一だと思ってたけど違うんだ。竹野内か、竹野内豊かっこよくない？かっこいいよね。反町よりも全然かっこいいよね。うん、うん、だから反町なんかエグザイルでしょ要は。唐突な、やっぱね俺ね1日3回はエグザイルをディスらないとね寝れないんだよね。藤原紀香だって。あ、藤原紀香と竹野内豊か。あ、藤原全然だから内容は覚えてないんだな。もうあれ夕方メールの丸パクリだよね要は企画構成は。だから今さ多分カップルで付き合いますっていうほぼ半分以上がネットですっていうのは当たり前になってると思わない？うん、昔ネットで付き合ってますって言えないっていうふがで、うん、なんか迫害されるって言って困ってる人いっぱいいたじゃん。要は出会い系サイトで出会ったのみたいな、うん、もうなんか出会い系サイトっていう概念もなくなったもんね。竹野内豊かっこいいよってどこ目線？今ネットでお見合いみたいなさ、うん、そういうサイトとかがさあるぐらいだもんね。自分の経歴書いていくと来るとさ、うん、なんかなんだろう、その会ったさ相手が見つかるみたいな。結婚相談所みたいな。まあ、だからそんなのさ、むしろね、あの国がやればいいんだ。だからハローワークとかもさ、あの求人広告があるっていう時点でさ、うん、ハローワークが機能してないっていうことをもっと考えた方がいいよね国は。バカすぎるだろ公務員でやってる仕事。だって民間が金取ってでもさ成り立ってる商売だって、ハローワークタダでやればできるんだろ、うん、何考えてんだよな公務員な。本当にろくなもんじゃねえよ。仕事しろよ。フワチャでありがとうございます。 ありがとう、うん、まあ公務員の仕事はダメだよな。なんてなんなんだろうね。まあ、安定はしてるけどさ、安定はしてるからこそダメになっていってるわけじゃん。俺この国がダメになってんの公務員のせいだと思ってるから。公務員とか官僚だよね。公務員は別に末端労働者なわけだから決定権もないけど、いや縦割り社会ダメだよねやっぱ。縦割り構想俺さ、ミケランジェロって彫刻家だよね、うん、ダビデの像を作ったミケランジェロだよね、うん、ミケランジェロのすげえかっこいい話があってね、王様がミケランジェロがダビデの像を作ったと、石膏でさこう掘っていくわけじゃん、のみでこうカーンカーンってやって、でその完成した時に王様に言われるんだって。鼻少し高くねみたいな。その時にミケランジェロは分かりましたって言って、こう三脚をこう三脚じゃないなんつうのこう登っていって高いところに、でカーンって音だけして、鼻のところをカーンって音だけして、実は手で石膏の粉をパラパラパラってやってね、音だけしたのカーンって、で下に降りていってどうですかって聞いたら、うんいいじゃん。でも実は1ミリも動いてないの、その鼻を1ミリも削ってないわけだ。結局王様は何がしたかったかって、マウンティングでしょ。そのミケランジェロが言うこと聞くかどうかじゃん。でそのミケランジェロの行動ってかっこよくない？なんかすげえなとか思ったんだけど、結局要は
これって映画がどうこう言ってるアンチと一緒で、10万円で映画が作れるかどうかじゃなくて、10万円で作れるよって言って俺に作らせたいだけじゃん。わかる？まあ、俺はミケランジェロとは全く真逆の行動でさ、王様をブロックでーすって言ったんだけど、むしろ王様にのみを打ったんだけど、わかる？だけどそれって俺、王様がいかに愚かかっていうことと、ミケランジェロがいかに頭がいいかっていうかさ、自分の要はすごい話だよね。これすごくない？要は愚かな王に、お前ごときには俺の作品わかんねえよっていうメッセージもあるしさ。まあでも結局そう、権力者とか要は人間の愚かさ、そういうところだよな。ダメなやつはダメな。何やるにも口出すバカがいるんだよ、世の中には。何やってもああでもねえこうでもねえって、わからねえやつほど口挟んでくんだよ。いやすごいなと思って。でよくわかったね、俺が次タバコ吸うってなんでわかったの？怖いんだけど。セットだ。すごい今のりこが灰皿を動かし始めたから怖かったんだけどお前ニュータイプか。キラリーン。もう見えたんだ、少し先の未来が見えたんだ。そう、うん、飲み物とセットじゃん、タバコって。なんかまあわかる。あでもね、たなあのね、最近気づいたんだけど、いろんなサイコパスの動画とか見てるんだけど、なんかリスナーからやたら和藤さん絶対サイコパスだよって、ディスじゃなくてって言われてたんだけど、俺ねだんだんね、俺あサイコパス当てはまってんなと思ったのが、サイコパスってどういう人のこと言うかって、猟奇殺人鬼とかじゃないの、共感性が異常に低いっていう人なんだって。いや他人の気持ちが一切理解できない人のことを言うんだって。まんまだよね。聞いてる？俺ね、子供の頃から分かんないんだよね、他人の気持ちが。っていうか分かる人がすごいと思って。で、なんだっけな、 DNA で決まってんだよね、実は。日本、ね、いいよ。日本人の7割は共感をするんだって。もう遺伝子で決まってるんだって。共感っていうよりもなんか最初に与えられたゲームのルールと明らかに、あ、回線噛んでる。明らかに違うルールでゲームが進行してた時に指摘をするかどうかっていうテストで、そのまま流されてやる人が7割だったのかな。で、DNA 検査したらもう明らかにその傾向があったと。だから日本人は特にその共感、要は間違ってても周りのルールに従うっていう、周りがそれに従ってたらっていう。今間違ってることを間違ってるって言わないんだって。そうだね、うん、そう。明らかにみんながそれに順応、間違ってることを順応してたら間違ってることを読み取れないっていうか、他人の感情なんか理解できる方がおかしいって子供の頃から思ってる。空気を読むとか、だって人の気持ちなんか分かるわけないじゃんって言ってるのがサイコパスだなって最近思うようになってきた。本気で思ってるんだよ俺は。その社交辞令みたいな。いやだから社交辞令は言えるんだけど、俺は後天的に技術として身につけたのよ。で嘘をついてる感覚の自分では、もうめんどくせえから嘘つこうみたいな。でも本音で言ったら、何言ってんだこいつとか、
だから絶対社交辞令を使う相手とは友達になれない人、うん、他人の感情とかの変化を表情で全く読み取れないというか、経験則で俺が本音を言ったら怒られるなって思うから、怒られたくないから言わないっていう判断をしてるの。子供の頃なんか怒られまくったよ俺、うん、なんでそういうこと言うの。あと俺未だにショック、もうだからそれの原体験が体育祭の時に女の子がいきなり泣き出したの、体育祭の練習かなんかで。で女の子がわーわー泣いて、え、なんで泣いてんだろうって端から見てたら、女の子がさ、周りがさこうバーって取り囲んで慰めるわけじゃん。それをまあ周りが見てるわけじゃん、クラスメイトは。そしたら始末くん最低って言ってえっと思って、で未だに理由がわからないの。それな、始末くん最低みたいになったの、意味がわかんないじゃん。その聞いてる、相談を受けてる女子たちが勝手に何それ最低だねみたいな。でえっ、何の話って言っても教えてくんなかったので、俺それ3回体育祭の時にあるの中2の時と中3の時にデジャブのように全く同じことが起こったの。だからなんか最低なんだと思う俺は。だから全く理由が分かんないんだけど、一人、いや分かんないの。いやだからズケズケ言ってんじゃん、なんかお前使えないなとか多分言ってたんだと思うのでも使えないやつに使えないって言って何が悪い。いやだから何が原因か分かんないよ、その使えない的なことは普段から言うから俺は。ゴミがとか、カス野郎とか、消えろとか、何が彼女を泣かせたかは分からないんだけど、なんでかは分かんないけど最低なんだろうね。だからその空気を読むとか他人の気持ちを理解する、むしろ心配したぐらいだから、何泣いてんの、相談に乗ろうかみたいな、お前だわ原因みたいな、わかんないね。だそれくらい圧倒的に苦手。まあなんかひどいことを言ったんだろうね、俺は当たり前だと思ったんだろうけど、うん、ズバズバ言わない方が失礼じゃない俺あとね、電車の中でなんか隣に座ってた女の子の緑が緑色だったの、目が。で、あ、じゃで、なんか仲良くなって10代同士だったので、目綺麗だねっつったら、隣のお姉ちゃんがめちゃめちゃ怒り出したことあって、病気なんだよって言われて、いや病気だからなんだよっつってすげえ口論になったことあるよ俺が綺麗だと思ったもの綺麗だっつって何が失礼なんだよっつっていやだから病気なんだと思う俺の方が、うん、君目綺麗だねっつったら、なんか、ね、そのお姉ちゃんがめちゃめちゃ綺麗だしたの。なんとなくわかる。俺は最近だからそのサイコパスの研究家の話を聞いてようやく理解し始めて、あ、普通の人って空気読めるんだとか、共感覚ってあるんだっていう、共感するとか俺ないの、ゼロなの、うん、そう。だから多分トラブルの原因のほとんどはそこだなっていう。そう、異常にだからね冷たいって言われてんの、うん、まあ、配信者には向いてるんだろうけど、結構俺も傷つくのよ子供の頃は。もう慣れてるからまた怒ってるバカだなって思ってるのよ、割り切ってるから。でも子供の時はなんで俺あんなひどいこと言われたりとか、なんで俺いきなり始末くん最低とか言われるんだろうと思って結構怒ってたよ俺。お前が最低だろみたいな。共感覚が異常に高いやつとは話合わないね、うん、だからね、トラブルのほとんどの原因っていうかね、アンチを作る原因は多分ね、人の気持ちが理解できないから全く理解できる。でもしょうがないじゃん、理解できないものはできないんだからっていうか、なんで理解できるのかは分かんないんだよね、うん、あ、だから共感覚強い人っているじゃん、なんであの時あれに気づかないのみたいなことは言われる。もう昔から典型的に言われるのが、その俺告白されたことないっていう話はよく言うじゃんみんなに。だけど
お前さってあいつが好きだったの気づいてなかったのとかよく言われる。でもなんどうやってわかるのそれって。あの子お前のこと好きだよどう考えてもみたいな。なんでお前がそれわかるのみたいな。うん、あ絶対仲良くなれない、うん、俺は空気読めるんだけどわざとぶち壊すのが好き。それただ性格が歪んでるだけでしょ。全く分かんないね、うん、本当人の気持ちが多分壊滅的に分かんないんだと思う。まあ分かんないもんしょうがないよな。分かる方分かんない、分かんない方、うん、だニュータイプがいるんだよ。ニュータイプがあんまり社交辞令が言えない方、うん、あまあ言えない方だろうね、うん、だ石野とかもどちらかっていうと言わない方じゃん、圧倒的に。だからなんだろう、楽だよね。楽、すごく楽。ストレートな人マジで楽。嫌いでも空気読めない人でもよ、違うんだよな。読めないふりって、じゃあ本当に分かんないのよ空気を読むっていうことが。多々あるの。多々っていうかすごいあるの俺ね。空気は読めないんだけど気遣いはめちゃめちゃできるの俺。これって決定的に違うのよ。気遣いと空気、気遣いは俺めちゃめちゃできるよね、うん、ただ本質的なものは分かってないの。先読みはできる方なのよ。難しいよな。似てるようで全然違う。だから頭の回転じゃん、気遣いとかって、先読みって、うん、でも相手が何を考えてるのか基本的にもう考えないようにした。わからないから。あだから子供の頃の失語症になった体験なんかまさにそれだよね。なんでこの人俺の心読んでるんだろうっていう大人の、うん、俺大人とか周りの人を悟られて、映画がそうらしいんだけど、俺見たことないんだけど、あの子供の頃ね、あの心読まれてると思って、その喋るのも嫌になっちゃったし、心の中でその思考をするっていうことをやめた時期があるの、ある何ヶ月間。そしたら失語症になっちゃったの俺。あんまりにもその大人がさ、ほら先読みするじゃん。でうわ俺の心読まれてるわと思って、もう何も考えないで生きようと思って。だから禅の世界だよね、小学生のし。失語症になったことあるよ。だって水って言えなかったからね。あうって言ったからね。発音の仕方忘れるんだよ、数ヶ月喋らないと。 What that? わらっつって、いやびっくりするよ、自分が頭で思ったことが発音できないの。怖くなったね。そう、それどころか頭の中でも考えなかった。カルピス飲みたいよね、どういうこと？とか何言ってんの。うん、頭の中とか心の中で何も考えないようにしよう。それ悟られるから、読まれるから。だから 無の状態で生きてたの。ヘレンケラー、うん、何の話。何ヘレンケラーって。ヘレンケラーって、うん、あの目を見えなくて、うん、耳が聞こえなくて、うん、喋れない。どうやっ
って生きてくの。講話、講話つかなの指で会話するやつ。こうやったりとかして。展示か。大人って言ってもないのにカルピス、あ、そういうこと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 。いやだからそのさっきののりこが俺がタバコ吸いたいって思ったタイミングで灰皿を片した時に、あ、心読まれてるっていう風に思って、あ、怖いから何も考えないようにしようってことよ。ウォーターなんだ、変な子供だったよね。だから3週間断食したり失語症になってみたり頭おかしい小学生だよね。怖くない？だって考えてることとかがダダ漏れになってるんだよ、全ての会う人に、って俺は思ってたから。怖くない？何々ちゃんかわいいとかも全部漏れてんだよ、本人に、クラスメートに全部バレてるんだよ。何々ちゃんとかね、あいつキモいとか全部バレてるんだよ、言ってないことが。怖くない？だから喋るときに俺はルールをいくつか作って、考えるんじゃなくてもう思ったことを言おうって思ったの。だから気が利くっていうのは自分が、共感覚を持ってるからなんだよ。だから俺は共感する心を持ってないから、のりこは俺のことを考えてたからそういう風に動けたわけじゃん。俺はのりこのこと考えて生きてないからその行動に至らないわけですよ。意味わかる？こう言ってる。だからそれは共感覚を持ってるから気が利くなって思うの。俺からすると共感するっていう心が一切ないわけだから自分中心にだけ生きてるわけだから、それは悟られたっていう恐怖なのよ。わかるかな？じゃあバレてる人にはバレてるっていうか、俺はだからネットでその俺は洞察力あるみたいなこと言ってること違うの。そいつの思い込みが強いだけなの。俺はだからアンチが言ってることに怒ってるんじゃなくて、違うよって言ったら違うんだよっていうことを言ってんの。それをねじ曲げて、いやいやとか言って、お前はそんな人間じゃないとか、いや病気だなこいつっていう、思い込み？かわいいとか、え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？かわいいとか、思い込みって心の中で唱えてるものが悟られてるって言ってるじゃん。何言ってんの日本語が通じねえのかな。ん？酔っ払ってんの？わかんねえな、何言ってるか。俺はだからそのこと、好きだったら好きだって言うようにしてるし、嫌いだったら嫌いってはっきり言うようにしてるの。要は悟られてんだからもういいじゃんっていう。いや、それだ、教室のみんなにバレてると思う。要は日本語わかんねえ人がいるからな。
あのね、分かった。俺の話が分かんない。俺は今幼稚園生でも分かるように喋ったつもりなんだよ、663。それが理解できないのは俺の問題じゃなくてあなたの問題だから、なんで今の話を聞いててその質問になるのか教えて逆になんで分かってねえのか分かんねえわ酔ってるの分かんない。教室のみんなにバレてるのかバレてないのかっていう話をしてないわけですよ、僕らは僕らはっていうか少なくとも俺は。なんで分かんないのかが分かんないです。え、みんな分かってるでしょ俺が言ってること。アイテムありがとう。いや、俺が言ってること分かってない、伝わってない。なんでそのなんか、え、みんなにバレてるどういうこと？みんなにバレてるって思い込んでたことと、みんなにバレてるかどうかは別の議論じゃん、うん、いや多分コウ君には伝わってると思うけど、え、どういうこと？悟られてると思ってることと実際悟られてるかどうかは別じゃない？バレてたらバレてたで別の話になるわけじゃん。俺はみんなに悟られてると思ってたから喋れなくなった、心に捉えられなくなったっていうワードの中にそれが間違ってたっていうニュアンスがなぜ汲み取れないのか。なぜなら俺は今喋ってるからっていうのに答え出てるわけじゃん。いやいや、心の中の問題じゃなくて、俺が今喋ってるっていうことはそれが間違いだったっていう情報が含まれてるわけじゃん。わかる？言ってる意味、663で、ん？わかる？言ってる意味。心の中の問題？ん？だから世の中には喋ってもわかんねえやつがいるから厄介だっていうことが今の問題ですよ。喋らなくて悟られてる怖いっていうところから、喋っても喋っても伝わんねえやつがいるから問題なんですよこれ今俺はそこにぶち当たってるわけ。伝えようとしても伝わらねえやつもいるんだ。なんで分かんないのかが分かんないんだよな。分かんねえ、どういうことなんだろうなんで分かんないのかが分かんないな。何か間違ったのかな俺。大人が先読みをする行動を見て悟られてると感じました。悟られてるということは悟られないようにしなければいけないと思って喋ることと思考することをやめましたっていうところまで来てる。わかる？で、例えばそれの具体例として自分が考えてること、誰々ちゃんが可愛いなとかを考えないようにしました。なぜ考えないようにするかっていうと、世界中の人、俺の近くにいる人は俺が考えてることを悟ってるから、でっていう説明をしたら、バッファローさんは教室のみんなに悟られてると思ってるのって言われたの。俺はその説明をした後にだよ、その説明が終わった後に教室のみんなに悟られてると思ってるのって言われたの。お前人の話聞いてるってなるでしょその説明、例えばね、今日ショートケーキめちゃめちゃ美味しいの食べたの、
君が食べたのはもしかしてショートケーキじゃないって言われてる感覚なの。お前話聞いてたみたいな、わかる？パニックになるでしょ、なんでわかんないのみたいな。わかるでしょ、俺はそれをされたの。いやショートケーキ超美味しかったんだけどって言ったら、どこのショートケーキとか、いつ頃、あ、いつ頃は今日って言ってるから、まあ、どこのショートケーキとか話を前に進めたいの。君食べたのショートケーキじゃないのって俺言ったじゃんみたいな。分かった、ね、別の意図があるならだから別の意図で俺が読み取れてないのかなって考えちゃう。だから違う意味があるのかいみたいな。うん、ここで分かった、うん、なるほど、うん、で本題からずれたから何話したか分かんなくなってきた。なんでこの話になったんだ。なんだっけ、共感覚がないっていうサイコパスから来てるのか。いや、その あとその後別にないんだけど、要はサイコパスの説明をしたわけですよ。で俺は基本的にそのまあ遺伝的にさ、3割の人は共感覚が薄いで極端にないわけよ。だからぶっちゃけた話、なんだろう、俺ほとんど多くの人が亡くなってもあんま悲しいっていう感覚はあるんだけど、だからね、多分ね、お葬式に行かないとかもそういうのがつながってると思うんだよね、俺。なんかね、主観性しかないんだと思う。共感、なんだろうな。なんで人の心が分かるのかが分かんない。さ、自分の考えは分かるじゃん。自分の心は分かるじゃん。でもさ、他人が何考えてるかって分からなくない？俺分かったことなんて一回もないんだけど、なんで分かるの？が分からない。なぜ理解できるのかが分からない。それってさ、分かったふりをしてるだけだと思ってんの俺は。分かったふり、他人のことは絶対に分からないはずっていうか、俺は少なくともそう思ってんだけど、絶対に分からないっていうのが俺の答えなの。分かる？だって嘘ついてるかもしれないんだよ、その人が。それも見抜けるの？ってなるの。つまり本人しか分からないのよ、それが本当か嘘か。だからめんどくさいから、じゃあ本当のことだけ言おうってなるの。だからそれが分かんないのよ。よく言うじゃん、声のトーンとか顔とか表情で分かるとか言う人いるじゃん。俺は分かるって言ってるやつは嘘つきだと思ってんの、うん、うまく治ったっていうか多弁になった、うん、多弁になった、うん、あ、でもね、動物は別、動物と子供は分かるの。動物と子供はなぜか分かるか教えてあげようか。嘘つかねえから、名言でしょこれ。動物と子供とか素直な人、うん、すごい分かる。だから疑う必要もないし、勘ぐる必要もないの、そのまま受け取ってくれんの。そうなんだよ、分かってると思ってるだけなんだよ。そう、分かってると思ってるやつと分かってもらえてると思ってるやつの、そう、子供と動物は気持ち分かる。これなんでかっていうと、彼ら嘘つかないの、うん、要はね、分からないのは人間だけだね、うん、人間とか小賢しいやつとか愚かなやつは分かんない。
動物と子供は素直だから、嫌い、好き、楽しい、つまんないつまんないって言うからね、うん、なんか子供みたいな人が好きなんだよ。だからロハコさんとかそうだったじゃん、うん、子供じゃんあれ。だから嘘つかないもん。いや嘘つくんだけど、僕はゲイじゃないですとか、うん、なんで柏木君はあんなことを言うんだとか言うけど、基本的にはだから嘘つかない人が好きだね。だから俺のことを嘘つきっていうやつ、大体そいつが嘘つきなんだよね、うん、典型的な。だから嫌いなやつはすぐピンとくるもんな俺。あ、こいつ嫌いだわって、うん、露骨に嫌な顔するからね動物と子供は嘘つかないよ。でもさ、大体人間が嘘をつくときってさ、なんだろう、自分を大きく見せようとかいうときの方が多い気がすんの俺って。あ、こいつ嘘ついてんな、ふかしてんなとかっていうときってさ、自分をすごく見せようとかさ、自分以上のものを見せようとしてるときじゃない？うん、いやだから釈迦、どんだけ寝れなくても釈迦が手のひらに乗っかると眠気くるもんね、うん、すごいよポワーってね、なんかポワーっとするもんね。釈迦はすごいね。なんか言葉じゃない、言葉を超えたものとか思考を超えたものを持ってるんだろうね多分。だ犬とかがペロペロしてくるのってさ、もうダイレクトに言葉で好きって言ってないじゃん。でも態度で示してるじゃん。で態度は嘘つかないわけじゃん、行動と。でもさ、嘘つくやつってさ、そのなんつうの、行動が伴ってないよね、うん、大体態度とかさ接し方、うん、犬とかがペロペロするって好きってことでしょ、違う？で、嫌だっていう時そっぽ向いて逃げるの。だね、動物の接し方で俺ね、人となりが分かるもん。動物か子供か、あと店員さんへの態度で分かるね。要はね、上か下かの基準で生きてる人間様のルールだと、露骨に人間性を出すんだよ、その老いとか。寝る準備に入る。ギャー。何？なんでギャーなの？どういうこと？何？何？ん？何がギャーなの？ちっちゃ。何が？うん。俺だからね、なんかどんなにね金持ってようがね、どんなにあれだろうが、なんかね。飯食いに行ったり喫茶店とかに行って店員さんにさ、おいとか言う人いるじゃん、もう二度と会わないって決めるもん。あ、もう話合わねえわこの人と。
あ、だから楽しんごみたいなさ、そのなんだろう、俺はあなたより成功してるんだけどっていう、いうタイプの人っているんだよ。もう意味がわからないじゃん。なんか、え、どういうことみたいな。俺より金持ってるから何なのって話じゃん。俺より金持ってるから何なのみたいな。なんか、僕は100メートル走7秒台だぞみたいな。7秒台やつが、俺100メートル10秒で走れるんだぞみたいな。今その話してたみたいな。なんで君は僕のこと尊敬しないんだみたいなさ。全然意味わかんないって思っちゃうの俺は。でもさ、世の中にはさ、すごいっすねすごいっすねってあるわけじゃん。そのなんつうの、車乗ってるのすごいっすね。でもそれって俺思うんだけど、その車がもらえると思ってる浅はかな人間なんだよそれって。そう思わない？いや、それ手に入らないよみたいな。そいつ、俺は金持ちだぞって言ってるけど、その金持ちが俺に金くれた試し一回もないの。絶対くれないの。そうで、いや、だからくれないやつほどそれを言うから、俺はなんか嫁が綺麗だとかさ、で、はあ、俺は一軒家に住んでる、はあ、俺は上場企業に勤めてるんだぞ、はい、俺は資産3億ある、はあ、で君は僕に何してくれんのっていう。何もしないんでしょって、ゴミだろって。俺からしたらお前は俺に何のメリットもない存在なんだよっていう。ゴミじゃんだって。あ、まあまあサイコパスが出てるね、だいぶね。でもそうじゃない？なんでそれをゴミだって言ってあげないの？いや、お前が金持ってようがなんだろうが、俺のメリットがない限りお前はその辺に落ちてるゴミと一緒だよってなんで言わないんだろう普通の人って。ゴミじゃん。と思いません？ゴミだと思うんだよな。世界中からどんだけ称賛されてようと、どんだけすごいことをされてようと、俺に何のメリットもなかったら俺にとってはゴミなんだよ。その感覚ってないの？みんなって。どうなんだろう。どうなんだい。ゴミだよね。ゴミじゃない？だってさ、触れ合う必要がないじゃん。その俺は関心もなければ用もないわけだから。わかるかな、うん、違うのかな。え、どう思うのりこ。ゴミだよね。え、みんなはどう思う？なんだろう、体育祭みたいな、誰かが泣いてるかもしれないよ。ひどいな、ひどいっつって、最低、うん、なんだろう、俺事実を言ってるだけな気がすんだけどな。どうなんだろう、共感が全く得られてない。
際そのまま口には出さない。だって言ってあげた方がよくない？だってそのために会話するんじゃないの。いいねって思うか。だっていいねって思っても金は入ってこないよ。俺はそういう時お世辞言わないから露骨に不機嫌になるやつもおる。俺はそういう時お世辞言わないから、ああ相手がね、俺だから怒鳴られることはあったもんな。だから結構トラブルになること多いんだよね昔から。なんかすごい金持ってる社長と会ったことがあるの。数十億稼いでる人とで従業員すごいいるみたいな。で一回ホテルのロビー怒鳴り合いになったことあるんだけど、お前よ若造がよとか言って、てめえよりお前俺金持ってんだぞって言ったから、でって言ったの俺。お互いスーツ着て会社の名刺交換してて、で怒鳴ったから、え、だから何なのって言ったら、なんだお前その口の利き方はよって叫んだから、いやちょっと声静かにしてもらっていいですかって、年齢が上で年収が上で、で何すかってで商談があってあなたが会いたいっつったから僕わざわざ来てるんですよって、でなんであなた怒ってんすかって言ったら、もう帰れとか言うから、いや帰らないですけどって言って、僕コーヒー代あるんでコーヒー飲み終わってから帰りますけどって言ったら怒って帰ってったの。俺全然あるよ。いやその人の成功したことをなんで俺が喜ばないといけないので、金持ってるんなら別に好きなもん買えばいいじゃないですかっていう、いや僕にお金くれるんですかって言ったら、くれないって言うのよ。やるわけねえだろとか叫んでるから、え、じゃあなんで旗から見たら僕さっきから敬語を使ってるわけじゃないですかって、でなんであんたになんか偉そうにされないといけないんですかって、それって人として間違ってませんって言ったら怒って帰ってったよ。でも俺そういうもんだと思うけどな。なんかだからその周りお金持ってるやつに対してペコペコしてる人を見た時に、あ、この人たちうまくいかないだろうなって思っちゃうんだよね。なんでかっていうと、その人たちにすり寄ったら自分にいい思いがあるっていう風に思っちゃってんの。それって本質的に自分のスキルを磨こうとしてなくて、おこぼれをもらおうとしてるからなの。で俺おこぼれもらうつもりさらさらないのよその人から。でお互いに協力してなんか面白いことできたらいいよねっていう話だったら全然ウケるのよ。絶対うまくいかなくない？そいつの奴隷になりますって言ってるようなもんだから、へこへこするってことは、仕事くださいとか多分そういう風に言ってほしかったんだと思うの向こうは。だけど俺と組みたいのっていう態度だから、そうおこぼれもらいたいんだよ。だけどそれって本質的なスキルアップとかにならないわけよ自分の。でしょ？だから俺はすごい嫌なの。自分が持ってるものは持ってる、持ってないものは持ってないって正直に言って、でお互いにシナジーがあって、あの相乗効果があって、なんかより富が生まれるんだったらいいですよねって2人が組んでっていうと思っちゃうかな。金持ってようが金持って、ま、なかろうが、なんだろう、それはその人が、金っていうのはその人が今までやってきたことで評価されたことだから、俺とは関係のないことって考える。まあその人が稼いだのであれば、あ、まあなんか俺には関係ない誰かの役に立ったんすねみたいな、でも俺とは関係ないじゃん。よかったっすねって話じゃん。だから別にそれを俺にマウンティングされても困るみたいな。で金くれたんならありがとうございますって言うから、どうもありがとうございますって。
別にフラットにやればいいのに、やたら下手に出るのに慣れてる人っていうのは俺は嫌いだね。それがなんかすげえやつとかできるやつみたいな風潮も嫌だし、若いのにすごいとかよくわかんない、いやそれこうごま吸ってるだけだろみたいな思ったこと喋りたいから喋れよっていう、うん、まあだから日本ではうまくいかないよな。日本でだってね、上から上にすり寄っていけばいくほど可愛がられる構造なわけだから、なんか楽しいことないかな、早くネットつながんねえかな。ローファイルいじりてえな。だからさ、世の中からお金っていう概念が消えた時にやりたいことがやりたいことだと思う。お金があったらやりたいとか時間があったらやりたいとかじゃなくて、もう世の中から金っていう概念が消えるとするじゃん。金っていう概念が消える。その時に自分がそれでもやりたいっていう風に思ったことが本来やるべきことっていうかさ、何でもいいんだけど、この人と一緒にいたいとか、このこれをやりたいとか、ここに行きたいとか、ここで生活したいとか、全部お金が邪魔をするわけじゃん。それをやるべきだよね、だと思いません？世の中からお金が、お金っていう概念がなくなった時、あなた何やります？これがやりたい、それやるべきでしょって、今すぐって、今日今やるべきでしょって。
なんでフォローしないとブロックなの。あ、ブロックです。あなたがブロックしました今、うん、理由はないです、うん、バカだなこいつ。理由なんかね、俺がフォローしてないやつはブロックだっつったらブロックなんだよ。俺がブロックだっつったらブロックなんだよ。分かった？分かったっつうかもういないんだけど。だってさ、コメントしたかったらその時フォローしてコメント書いてフォロー外せばいいじゃん。頭回んねえのかな。なんでかたくなにフォローしないでコメント書いてブロックしたら質問の答え手に入らないじゃん。うん、今すぐ飼った方がいいでしょ猫、うん、猫は人類を支配下に置いてるからね。猫ってずるいよな。人間に飼われて人間に飼われる、飼られるだけに進化したと思ってるから すごくない。人間ありきじゃん。俺人類が滅んだら猫も滅ぶと思ってるからね。で実は人間を支配してるのは猫なんだよ。人間に働かせて餌を持ってこさせる。可愛いというだけで。可愛くない猫なんかいないんだよ世の中に。可愛くない猫は世の中に一匹もいない。猫はすごい進化を遂げたよな。すげえよな。いやすごいよ猫は。だって狩りにも使えないね、性欲も食欲も別に満たさない。食ってもまずいんだあんなもん。可愛いだけなんだよ。うんうん。社会的地位がないから自由なこと言えるんだな。それは正しいかもな。それはってどれ。勝手にそれはって言ってるどれ、うん、何を言ってんの。社会的地位なんかいらねえよ。それ人間のルールだろ。人間同士やってろよ。100匹ぐらいいたら大変。あ、でもたまにいるよな。なんか部屋の中に20匹ぐらい猫飼ってる人いるよな。200匹、100匹、それ本気で言ってる？俺1匹だけを可愛く丁寧にもずっと育てたいかな。100匹？あ、まあなんか愛情が分散する気がすんだよな。俺1匹か2匹で2匹、うん、金が邪魔してるってことか。それはってことか。タイムラグがあるからさ。社会的地位がないから自由なことが言える。社会的地位なんか捨てろよっていう発言だよ。だから世の中から金がなくなったら好きなことやりたいことはやるべきこと。だからその社会的地位っていうのって必要なのっていうそもそも論を話してるわけよ。社会的地位ってそれ何なの。それ雰囲気みたいなもんぞ。親がとか社会がとか世間がっていうやつ。そんなもん守ってくんねえよ。そんなもん人生をさ滅ぼしていくだけなんだよ。お前世間のために生きてんのかって話でしょ。100匹はオーバー、2匹がいい。うん、なんか可愛い猫は可愛いよな。鳥も可愛いけど猫も可愛いよ、うん、猫はいいよ。猫は可愛い。素晴らしいよ。すべての仕草が可愛いから、ね、悪いところ一つもないもんね。
いいよな。犬は人につく、猫は家につくっていうよね。なんか猫のテリトリーってめちゃめちゃ狭いんだよね。100メーターぐらいしかないんだっけ。だから知らない土地にポンと置くと生きていけないんだよね。捨てちゃったりすると。頭の先から爪の先まで可愛い。いや猫は可愛いでしょう。猫嫌いな人っていないもんね。猫ってすごいネーミングだよな。もう名前も可愛い。猫。猫いいね。猫嫌いな人なんかいないよ。うるせえな、俺が猫、え？うるせえよお前。めんどくせえわ。気持ち悪い。俺が猫嫌いな人いないっつったら猫嫌いな人いないんだよ。黙ってろよバカ。寝ようかな、そろそろ。沖縄の海撮りてえな。片道1万で行けんだもんな。沖縄行こうかな。大丈夫か。大丈夫、
じゃあ俺そろそろ寝るわ。みんなおやすみ。また明日。